飼育出場会イエイイエイイエイあ、ちょっとヒートテック、ババシャツ聞きました。急にテンション上げてくるな、まあ、病み上がりテンション上げていかないとはい、今日はあれですね、半年に1回成虫紹介やっていきますかね。そうですね、この前前回やったのが夏だったんでね、うん、そろそろまたいろんなのが入れ替わりが、そうだね、うん、今ある、あ、そう、結構質問があるんだよね。今どんな種類の飼育されてますか、うん、幼虫のやつは以前動画で出したんで、うん、それも概要欄に貼っておきますので、もし気になる方はそちらの方もご覧ください。うん、成虫は今ね、ここにある、ここだけかな。そうだね、うん、もうだいぶ溢れ出てきてるけどねそう、雪崩のようにだーっと、うん、上からいきましょうか。そうだね、まあこれはちょっと3回ぐらいに分けないと、うんうんうん、そうだね、一個一個答えあれしてると、うん、じゃあやっていきましょうか、はい、あ、これはね、もうついこの間動画で出たんで、そうだね、うん、まあでも見てない、見られてない方はあれなんで、一応これはね、よいしょ、ちょっとハローこっちが手あげとったよ。そう、インターメディアツヤクワガタ1匹目、いいですな。これはあの三森さんから、うん、ドッキリのサプライズの動画でプレゼントしていただいた子です。そうだね、うん、めちゃめちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいい、うん、飼育担当はレン君です。ですね、はい、いいですか、はい、はい、どんどん行きましょう。はい、はい、次は何ですか。次はね、パラワンです。106ミリの脱走兵でした。なぎな。でかっ。やはり。さすがのかっこよさといったところです。でかっ。すごいね。太いし、うん、でかいし。この人が飛んできたんだよね。それは怖い。夜中ね。それは怖い。びっくりしたね、うん、でも本当ね、気をつけんとね、うん、訪虫にもつながりかねないから、確かに、うん、そのあたりはきっちりしっかり飼育していきましょう、うん、今回オスだけでいきましょうか。あ、そうだね、うん、メスもやってるとあれなんで、はい、はい、次3種類目このまま乗せていい餌、あのお食事中の男の子です。ヘラクレスオオカブト、これはヘラクレスヘラクレスかな、うん、うん、の83ミリ、ちびちゃんだよ、ちっちゃいね、お顔がこんな感じ、ひげは映ってる、なんかね、木くずが、うん、あー、そうか、私のお気に入りの前髪は映ってないのね、うん、お食事中なんでちょっとできんわ、うん、ヘラヘラちゃん、やっぱこの前髪が可愛いんだよね。ちっちゃいな。ごめん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 、こう、あのだいぶね、今湿気を帯びてるんで、うん、色は、ね、うん、ちょっと置くと黄色くなってくるね、うん、お、見てくれたんじゃない、こっちハロー、ゼリーついてますよ食いしん坊食いしん坊アピールです。これはね、岡崎トレーダーのくあのくじだね。そうだね、うん、はい、はい、続いてこちらはなんだなんだ、ホペイ、オオクワガタだね。じゃん、綺麗にしたって、はいよ、こんな感じ、やっぱり顎が全然違うね。うん、違う。うん。
ちょっとこう上向きっていうのかな、うんうん、お顔をね、今日はこちらです。これもなかなかね、文字気なしっていう感じで、うん、横歩きするんだ、カニさんみたいかわいい。ここの、このね、うん、どこやねん。顎、顎、あ、顎ね、うん、ここがまたいいね、うん、すごい、この子横歩き専門そろーりそろーり。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、ちょっと見とれちゃうんだよね、ついついね。ね、うん、そんなになんかまじまじと見ることが。私結構餌効果で見てる、うん、しょっちゅう見てます。続いてはこの子は、この子もと言っていいのかな、大クワちゃん。国産だね。そう、国産大クワガタ、愛妻師さんの大クワガタ。これも以前に動画で出ています、フーキーさんの昆虫くじの、うん、うちで浮かしたやつだね。そう、幼虫で当たってうちで浮かした子。やっぱね、国産大クワのこの愛妻師さんのこのね、フォルムが綺麗と私は思っている個人的な意見ですが、かっこいいなと思ってます、うん、なかなか好きです。エレガントだよね、うんうん、こんな感じ、こんな感じです。ね、76mm のこれね、 76mm かわいいな。はい、はい、続きましては、種類としてはこちら、レギウスオーツヤクワガタ。レギウス来ました。おお、挟んでる、ごめんね。67mm、ちっちゃい、うん、ちっちゃいんだねこれね、うん、いや見たでしょ。あ、けどあれは足らんですか。うん、そう、レギウスはね、かっこいい、なんか光り方よ、光り方とこの顎がちょっと長くない、うん、はい、ツヤ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 だね。やっぱレギウス好きだ ね、ずっと見ちゃうね。レギウスいいわ見ちゃうよね。ブルブルちゃんですね、うん、はい、続きましてタランデスオーツヤクワガタ。この子はコンゴ、コンゴさんの子です。もう、うん、顎が水牛みたいだね、これね。艶がすごいな、うん、なかなか激しいね、うん、結構男前、男前だね。すげえギラギラしてる、うん、王様みたい、うん、はい、じゃあ次行きますか。レギウスタランデス、レギウスタランデスでした。はい、次はアルキレス、アルキレスヒラタ、アルキレスヒラタだよね、アルキレスヒラタクワガタワイルド。すごいね、やっぱりアルキレスは、うん、イカスイ、うん、すげえ、あの、なんて言うんだろう、逆三角形ムキムキマンって感じだね、うん、この子は、ビートロンさんだね、うん、で、レン君が選んできた。残念ながらメスちゃんは落ちちゃったのでね、うん、今は観賞用ですね。すごいな改めて見ると、うん、迫力がある、うん、ほんと太いよね、うんうん、すごいわ、マッチョだわ、うん、太マッチョ、ゴリマッチョだね、ゴリマッチョだねすごいよね、ムン、うん、って感じだもん、うん、なんか、はい、ゴリマッチョの次はちょっと可愛い子を、お、可愛い子ちゃんです。はい、この子オキピタリスノコギリクワガタ。綺麗やね、うん、
すごいおしゃれで可愛いね。うん、色もいいし、とっても好きな子です。綺麗だわ。うん、この子ね、最初すごい死んだふりが上手でねびっくりしたよね。うん、もう浮かしてきた時からもう落ちてると思ったもん。うん、だいぶ今は死んだふりしなくなってきたけどね。だいぶ、うん、プルプルしてるよ。プルプルしてる。かわいいな。綺麗だな。うん、はい、次行きましょう。はい、じゃあ次、おーと、はい、次はこの子。わー、綺麗な色だな。綺麗。おっと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 、これはね、アローコクア、この何とも言えない赤みがいいと思います。この飴色ね。うん、伝わらないかな。コクアにしてはやっぱ大きいよね。うん、うん、伝わらないかな、これ。あー、かっこいい。色がね。すっげーいい色なんだよな、これ。あ、ほらほらほら。うん。うん。いい色。赤い感じのね。ね。うん。すごいいい。あ、いい。今よかった。うん。そこ。あ、やっぱこの真上だね。ここら辺。うん、うん、これね、ね、いいね、この黒と飴色みたいな、うん、そう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 、コントラストがたまらんく、そう、かっこいいな。うん、ハロー。はい、この子も動画で何回か出てきた、じゃん、虹色クワガタ。虹色クワガタは何種類かいて、この子はダーク系の子です。けど緑も見えるね。そうだね、結構大きくて好きだな、この子。うん、うん、こう虹色っぽくない、若干。確かに。そう、なんか変わってる感じの。普通の虹色も出そうか。そうだね。うん、はい、全然違うよね。違うね。ねえ、ちっちゃいな。うん、ちっちゃいけど、こんな、逆にもういいかもしれない、光は。うん、確かになくていいな。うん、これもう緑とかピンクとかね、オレンジとか、いろんな宝石のように光る、綺麗、虹色ね。うん、めっちゃ綺麗。色虫は面白いもんね。面白いね。うん、はい、大きさが違いすぎて、うん、綺麗だな、ピッカピカ、もう後ろも綺麗。本当だね。うん、すごい。緑は緑でいいよね。うん、いい。はい、次、まあ、今回はこれがラストかな、このもう一個とね。うん、うん、ラス2、ラス2 はい、大王平田くんです。これはまた、うん、すごい。大王平田も、ね、私あの初めて飼育した種類のに近い、うん、これね、特徴ね、ちょっと顎が下がってる感じね。そうなんですよ、昆虫くじでね、うん、スラウェシとダイオウトだったよね。そうだね、うん、平田くん、ね、すごいな、うん、うわっってなっちゃう、うん、うわっって綺麗だね、うん、かっこよ、うん、小ぶりだけど、おーっと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 、だいぶ平田も見分けがつくようになってきたね、我々うん、私はまだ間違える、全然でも昔と思うとね、うん、うん、あ、この子もまたおしゃれ系の子です。おしゃれ系ですか。おしゃれ系です、結構好きです。こういう
色が好きなのかな。はい、ダダン、麺型、麺型メリーちゃん、この色が好きなんじゃない、やっぱり。そうかも。でもほらすごくない、うん、なんかもう形もすごいよね。はい、はい、前から見ようぜ。あ、はい、これね、うん、なんじゃこりゃって感じだよね、うん、かっこいい、おしゃれ、ブローチにしたいっていう立体的だな、ね、なんともセンスの良さを感じるよ、うん、この子フォルムがすごくいいし、色と模様とね、うん、いいね、麺型。そう、ちょっとこのさ、麺型もさ、いろいろ種類があるけど、この子はちょっと割と、なんていうの、キャシャっていうのかな、がっつりしてない感じだよね。え、けどもっとちっちゃい子もなんか見たことあるけど。あー、そうなんだ。違うのかな、違うのかな、麺型でも。そう、なんか麺型でも全然違うなってなんか思ったんだよね前。いいね、いいポーズを撮ってくれて、うん、すごいいいね、写真撮りたいわ撮影会始まっちゃうからんかい撮ります。はい、はい、ありがとね。はい、これで第1部第1部が、そうだね、3部ぐらいだね、やっぱりね、うん、今ので全部で13種類、うん、はい、紹介させていただきましたね。はい、うん、じゃあ第2部を楽しみということで。そうだね、まあ、近いうちにすぐね、うん、1個後か2個後かぐらいで、3個後か挟みながらね、うんうん、じゃないとトラ君の増殖シリーズでどんどん増えていく可能性があるから怖い怖い、そう、勝手にね、そう、勝手に嫁に内緒で増殖シリーズ、嫁ペットね、飼い主に内緒で増殖シリーズ増えていっちゃう可能性あるから、はい、そうだね、早めにと、半年に1回だからこれ。そうだね、まあ2個後ぐらいかな、あ、1個後ぐらいかな、うん、うん、はい、どんどん上げていきましょう。はい、では第2部までお楽しみにはい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、アメブロやってますので、そちらの方もよかったらフォローよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ、バイバーイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね